皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校3年生算数の重さの単位、8時間目の学習です。では、教科書楽しい算数とノートを用意してください。では始めます。皆さんはこれまでにいろいろな単位を勉強してきましたね。今日はその単位の仕組みについて学習をします。学習の問題は、長さ、傘、重さの単位の仕組みを調べようです。目当ての、単位の仕組みを調べようです。では、教科書の200ページを開けましょう。そして、ノートに日付と学習問題、目当てを書きましょう。終わったらまた動画をスタートしてください。今日学習するのはこの2つです。これまでに学習してきた単位はどんなものがあったかなと復習をしましょう。次に、単位の仕組みの似ているところはあるかなと探してみましょう。この2つです。では、最初はこれまでに学習してきた単位にはどんなものがあったかな思い出してみましょう。まずは、長さの単位です。一番長い長さは、そう、キロメートルでしたね。次は、大体これぐらいですか？1メートル、メートルです。メートルより短いのは、これぐらいの長さですけど、そうですね。センチメートルがありましたね。そして一番短いの。これが、そうですね。ミリメートルですね。では、1キロメートルは何メートルでしたか？そうですね。1000メートルですね。では、1メートルは何センチメートルでしょう。そうですね。100センチメートルですね。100センチメートル。1センチメートルは何ミリメートルですか？そう、10ミリメートルですね。ということは、1メートルは何ミリメートルですか？ここの10倍ですね。だから、1000ミリメートルです。では、次に、傘の単位ですね。
朝の会にはどんなのがありましたか？はい、一番大きいのはリットルですね。次にデシリットルですね。一番量が少ないのは、はい、ミリリットルです。ごめんなさい、ミリリットルです。はい、この3つをお勉強していますね。では、1リットルは何デシリットルでしょうね。1リットルは10デシリットルでしたね。1リットルを ml で表すと、いくつですか？そうですね、1000ミリリットルでしたね。では次は重さの単位です。ちょうど今ずっとお勉強してきたところですね。はい、一番重いのは、そうです、トンです。次がキログラムでしたね。一番軽いのはグラムでしたね。では1トンは何キログラムでしたか？そうですね、1000キログラムでしたね。そして1キログラムはこれも1000ですね。1000グラムというわけですね。これだけ単位を勉強してきています。はい、では今日は単位の仕組みを調べるわけですけども、さあこれを見て何か気づくことはありましたか？どうでしょう。そうですね、千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 が多いですね。千倍するというのがとっても多いということに気がつきますね。では単位の仕組みの似ているところを考えてみましょう。今やった千倍、多かったですよね。千倍の単位を表にしてみました。大事なところだけ表にしてみました。さあまた何か気がつくことはありますか？ヒントはキロ、ミリです。大事なことが2つあります。はい、そうですね、一つ目はキロ、キロ、1メートルにキロをつけると1000倍になりますね。1グラムにキロをつけると1000倍になります。ですからキロは1000倍するということを意味していますね。
では、ミリはどうでしょう。1ミリメートル。1ミリリットル。ミリを取ってみると、1メートル。ミリを取ると、1リットル。ということで、ミリを取ると、1000倍になる。ということが、わかります。よく気がつきましたね。はい、それでは、これを、この表をノートにまとめてください。はい、それでは、今日分かったことをまとめてみます。1メートルと1グラムにキロをつけると1000倍になる。もう一つ、1ミリメートルと1ミリグラムのミリを取ると1000倍になる。この2つが今日のポイントですね。それでは、これをノートにまとめ、その後、200ページの鉛筆の問題をやってみましょう。はい、できましたか？では、答え合わせをしてみましょう。1番、1キロメートルは1000メートル。2番、1キログラムは1000グラム。3番、1メートルは1000ミリメートル。4番、1リットルは1000ミリリットル。どれも線が入ってましたね。はい、それでは今日の振り返りに入りたいと思います。今日の学習で気づいたことや分かったことなどノートに書きましょう。はい、振り返り書けましたか？はい、皆さん今日もよく頑張りましたね。今日の単位の仕組みのところをまた動画を見て復習してみてください。では、今日の学習をこれで終わります。